翔太、部活はどうなんだ？別に。別にってお前。おい、食事中にスマホいじんのやめなさい。ご飯は？いらない。まあ、時間がなかっただけだろ。ねえ、お母さん、お父さんと洗濯物一緒にした？やめてって言ったよね。いや、しょうがないじゃない。いつでやめて。分かったよ、今度から分けて洗濯するから。あかね、何時に帰るんだ？おい、せっかく鮭4尾焼いたのに。お、やべ、朝練の時間だ。こいつさん。おい、お前の教育がなってないんじゃないのか。はいはい。二人にはもっと習い事とか、お週末も時間あるんだし、やらした方がいいんじゃないのか。その話は前にしましたよ。どうしたでしょうか。なんでもない。おう、行ってきます。行ってらっしゃい。翔太、気をつけろよ。